ベスト16はもう全国大会はまあ揃っていて、確実にまあ僕らのチームや格上の相手とやることが決まっていて、まあ僕らもまあジャパンサッカー会議の単独チームでほとんど大体形成されていて、相手チームも JFL のまあやった相手だとアスルクラロ沼津とか単独で出ているので、そういう相手と試合することができたら自分への次のステップへのアピールにもなるので、すごいいい経験ができました。僕は新潟県選抜に選ばれて3年目なんですけど、最初の年は新越予選で負けてしまって、去年は本国体に出て1回戦で負けて非常に悔しい思いをしたので、今年は何としてでも結果を残してやろうという気持ちで挑んでベスト4になることができて本当に良かったと思います。前田選手は上のカテゴリーの選手ということで、僕よりは相手の方が上だとは最初から分かっていましたが、まあ、その中でも自分のプレーが通用する部分もありました。戦ってみて分かったことは、個々の能力は相手選手の方が上だけど、チーム全員で粘り強く戦えば通用すると感じた大会でした。今回国体は僕らより格上の相手とやることができたので、自分のレベルを知ることができる大会でした。通用する部分もあったんですけど、通用しない部分もあったので、これからの練習でそこを改善して今年以上のカテゴリー、上のカテゴリーで来年はプレーできるように頑張りたいと思います。